ために勝つためには戦力が足りない。ということは私たちの出番ね。いいのか。それ。花を花。花。
どうした？これがゲストのネズコは使ってるじゃん。どう？確かにそれネズコの撮影で使ってるやつ。いいでしょ。なんかね、なんかちょっと良くない？じゃあいいよそれで。やったー！バッキョできたー！花の刀、ちょっとだけ紹介します。見てください、このツボ。花があってピンク色で可愛いです。なんでスインターさん、そんな女の子の嬉しそうなの。ただこの刀、一つだけ気になるところがあります。なになに？アッキメッサ。うん、何がおかしいの？え？柱じゃないよ。あ、柱しか書いてないんだっけ、アッキミサって。うん、柱ってさ、花枝だよ、日の枝だよ。これが私の二次元刀です。これをこうクルクルして鬼の首をはねます。恐ろしい。怖いわ。次、小物。あだけ、私も今回シェフよりこのうずいさんの手袋の色を使います。こんな感じ。そしていよいよカツーラ。おう、カツーラ、スゴー。オッケー、いただきます。ゴー。すごい声だね。アウアウ。何のキャラだ。甘やかせのキャラ。ナイス。センス。おい、最後にカツラ着なさい。グロさん、グロさん初だ。だってちょっと楽しみになってたら。それではカツラ、そう、チャック。私は自分です。そう、チャック。雨柱、しぐれさえ。醜い鬼ども、私の前に現れたからにはもう大津に返せないので、雨の呼吸、うちの方ガライズの雨、シュー、ファー。夏柱、木戸から暇を。火の呼吸と花の呼吸から生まれた我が技、解くと味わうがよい。夏の呼吸、うちの方。